伝突いらないよ、もう。もしもし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 。聞こえてますよ。あ、どうもです。いや、まあ、どうもですだけど。どうしましたそう、でも、お疲れみたいだから、思って、そう思ったのもあるかな。俺はね、俺的に。は？え、いや、俺的にそう思う。いや、違う、俺的にそう思うの前に、うん。何に思ったんですか？だから、うん。すごいのかなって。ちょっと一つ言っていいですか？今日はなんでお電話いただきましたかね。例えばの話。いや、例えばじゃなくて、今日この電話をなんでかけたのかってことを聞きたいんですよ。だから、なんて言うんだろうかな。でもじゃなくてね。うん。だからなんで俺に電話をかけたのかって、なんか言いたいことあったんじゃないですか。いや、だから、そこかよ。いや、そこですよ、そこ。いや、黙ってって、だから。いや、黙ってってなんだよ。あ、いや、ですけど、いや、そういう意味じゃないから。うん。そういう意味じゃない。ね、何、どうしたのよ。じゃあ、ゆっくり聞くよ。どうしたの？だから。ゆっくりでいい。うん。喧嘩しようとしたんだよ。喧嘩をしようとした。すげえ。いや、一回切って後でかけよう。次役もやるから。次役、またかけてきな。うん。うん、待ってるから。勝ったから。うん、次役で、もうちょっとまとめてからね。待ってるから。はい。次役ね。もう、電話だ。もしもし。もしもし。あ、もしもし。はい、お電話ありがとうございます。違う。どうしたの？いや、だから。うん。ゆっくりでいいよ。ゆっくり喋んない。どうしたのよ。なんか言いたいことあんだったら言えばいいよ。だから。うん。怒んねえから。いや、怒していいんだよ。うん、でもいいけど、なんだよ。じゃあ怒れよ、じゃあ。いや、じゃあそうじゃなくて。じゃあ怒れよ。なんかちょっと言いたことあったんだろ？だから勝つか。ゆっくりでいいから。勝つから。うん、なに？どうしたんだよ。思ったこと言えばいいじゃんよ。いや、言っていいんだよ、と、俺も、そう、あ、そっか、ってなんだ。だから、ムカつくんだよ。俺のことはムカつくんだろ。だって、具体的にどの辺がムカつくのか言えよ。上から偉そうに、偉そうにして、いつもそうじゃないか。あ、俺がいつも上から目線みたいなこと言ってるってことな。謝れよ。具体的にどの件に関してとかもあるじゃねえかよ。まあ、なんだか、お前だ。だってさ、普通に考えても俺なんて、もう、42だぞ。んで、社会的にはもう認められてないわけじゃねえかよ。いわゆるゴミなのよ。いい年こいてさ、放送やってさ。でも、彼っていうか、君は若いでしょ？若くねえよ。いや、俺より若いでしょ。若くねえよ。俺なんかもうだってこの先何やっていいか分かんないんだよ。27だよ。27は若いよ。だってうちのリスナーみんな27若いだろって言うよ。だって俺42だぞ、お前。27じゃまだまだ何でもできるよ。大丈夫だよ。
これからじゃねえかよ。まだ30になってねえんじゃん。頑張ることはないだろうけど、うん、可能性はあるだろうよ。だって俺より十何年若いんだよ。15年ぐらい若いんだよ。なんかやりたいことないのかよ。だから。うん。喧嘩しようと思ったんだよ。うん。待ってか。待ってよ。いや、仕事とかさ、なんか。仕事の件は関係ねえだろ。だから、今は。うん。お前と喧嘩してやるから。俺と喧嘩か。でもいいよ、俺は喧嘩は。もうだって、お前に勝てるわけねえじゃん、27の人間に。お前42が勝てるわけないだろ。喧嘩したって。勝てないよ。夢なんか。でも。勝てないよ。だって俺なんかもう、あれだぜ、ヨボヨボだぞ。だからって安心すんなよ。まあ安心はしてない。安心してんじゃねえぞ。だから、ヨボヨボだからさ、そんな喧嘩したんでしょうがねえし。ふっかけろよ。逃げんのかよ。まあ逃げるとかじゃないけど。うん。かなわねえもんだって、若い人間には。強いと思う？うん、強いと思うよ。いいか？いいか？俺がなんでお前の方が強いかって思うかわかるか？なんでだ？金で買えない時間をお前持ってるからだよ。すげえよ、口の話してんだよ。口の話なんかどうでもいいっつうの。言葉の話してんじゃねえか。言葉の話。歳なんか俺いいよ、まあ言ったか、年の話なんか関係ねえんだから。今年の話なんかする必要ねえよ。じゃあ、まあ、口の話だけで言っても、で、口の話だけで言ったらね、人生を経験してる人間には勝てないよ。若い人は。なんでだよ。それは経験が不足してるからでしょ。今日勝てばいいんじゃねえのかよ。いや、今日とかじゃなくって、今日勝つことじゃないと思うよ。だから謝れよ、マジ。ごめんな。何がごめんな、なのかって言ったら、俺がもうちょっとね、そっちのかけてきた人間の電話、今かけてくれたあなたの、そういうのをもっと深く分かんなかったことに対して申し訳ないってこと。それに対しては申し訳ないと思う。ごめんね。なんか、仕事とか俺も言っちゃったけど、そうじゃなくてよって言われた時に、ああ、そういうことじゃないんだって、そういう、もっと早く分かってればよかったけど、申し訳ねえな。いや、俺もだから、血が昇ってたから。ああ、いいよ、いいよ。そんなことは、どすこいどすこい、なんか言ってしまったけど。いいんだよ。また電話してきてよ。もうちょっと落ち着いたときに。そうだな。今度放送じゃないときにさ、ちょっと話そうよ。そうだな。うん。でも。もしよければね。お前も電話してこいや。なんか、悩みとかあったら。あったら話すよ。まあ、でもじゃあ。今日はありがとう。勝ちってことでいいな。いいよ。今度じゃあ俺がなんか悩んだ時に相談しちゃうから。お前も相談してこいや。わかりました。よろしくお願いします。ありがとう。はいよ。どうも。失礼します。